ソンが行けと言いました。山田決めた、ものすごいシュートだ。蹴らせてくれと言っただけのことはあります。山田は粘った、山田粘って真ん中に入れた。監督ともにテクニカルエリアに出てます。入れ替わりを狙った山田、山田折り返しました。いやー、彼らしさ出たんじゃないですか。はい、中には3人4人と入っていますが、トスも懸命。あ、山田抜けてきた、山田力強く、山田押し込んだか。1点返しました川崎です。3対2、混戦の中で最後押し込みました。山内からスペースへ、ここに山田慎が走るが、さあ形がつく、2人がかりでいく。さあ、そして山田慎がファンが開いていた、かわして中、バーサイドを使いました。山田慎から最後は山田慎の先制は川崎フロンターレです。山内かわす、山内折り返して山田さん、ハンドキック大事ですね。1対1、おお、入れ替わった山田、佐々木翔行、山田キープ。いやー、クリア不十分です。家永強い、強いぞ家永、家永が使って山田来た。交代直後、川崎の新時代を担う男、山田新。井上、あっと、これ山田、山田運んでいく、どこまで運んだ、山田、なんという力強さ、山田決め切りました。川崎先制0対1。どれだけ一人で運んだかという山田です。そこから縦に送っていって山田持っていく、山田自分で行く、まだ持っていってシュートだ。ちょっとこれは合いませんでした。逆に川崎カウンター、山田がスピードに乗る、山田シーン、左丸シーンの山田はちょっと外に持ち出すことになりましたが、切り返して中へ引きつけて、また中、山田が打った。クソユンです。前を向く山田を使ってくる、ゴミスが寄ってくるが、山田が自分で行って素早い攻撃につなげているフロンターレ。もう一度プレーオンで山田シーン囲まれますが、左マルシーニョ、足が伸びました。ナイスブロック川崎、間を割っていく山田新、山田が行く、ジェジエを狙った、折り返し、左足、追いついた川崎、山田新の左足、101分、執念を見せました川崎フロンターレ。山田が来た、外して中へ、やめろ、ゲーム立ち上がり先制、川崎フロンターレ山田新。サポート佐々木、右の家永、家永クロス、速いボール、家永から山田新。菅から縦に入れていこうというところでした。脇坂、さらに山田、山田キープ、さあ山田戻す、高いです。一つ飛ばして最前線、山田新、同級生の中野がチェックに行きます。間を通す、山田が落としてマルシーニョ、山田戻ってくる、セレッソ早い切り替えでしたが田中のファール。山田新のポストプレ強さで見せていきました。秋山が戻った、背中で受けました。山田、瀬川のシュート、ここワンタッチ背後、山田を走らせる、ここがよく狙っていました。すぐ立ち上がって山田、ミソン、山田シンクを追いに行った、マル
シーニョアンダーラップ三浦折り返しコース変わった最後は山田が詰めましたご覧のように神戸の選手は中央にかなり寄ってます山田はフルーツキーパーまた前川入れてます脇坂草美大半身で抜けたチャンス山田だ山田だ山田2点目も3点目も山田川崎追加点3対0シーズン9ゴール目の山田真です